今、視聴者で3名ぐらいいらっしゃってますね。こんばんは、ありがとうございます。もし、視聴者でご参加の皆様、よかったら、練習がてらですね、チャットを開いていただいて、なんか、こんばんはとか、ってことをいただけると嬉しいです。視聴者の方で、顔を出していろいろ喋りたいっていう方は、ぜひ、パネリストに昇格ボタンがありますので、こう、手を挙げていただくと、じゃあパネリストに行ってこちらでできますので、ぜひ。緊張するなぁ、なんか。さやこさんもお疲れもう、様です。こんばんは。お疲れ様です。わあ。お疲れ様です。WP ズームアップのグッズが、すずりで売ってまして、こういう T シャツ、この T シャツと、この、見えるかな。ケース、クリアケースとかが、最近追加された。そうだね。なんかワードキャンプとか、カンファレンスとかね、イベントとかは、ね、集合写真とか、すごい広いところに行かないと撮れないっていうことになりますよ密ね。だから。そう、そう。そう、本当に。すげえ、立花さんだ。わーい。こんばんは。おお。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、もう59分だ。そろそろ始まりますか。そろそろでね、すそろね。そろですかね。ドキドキ。じゃあ9時になりましたので、もうそろそろ始めていこうかと思います。じゃあ今日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと画面を共有させていただきます。じゃあ、こんなこともできる WPCLI ゼロから触ってみよう始めます。本日司会を務めさせていただく村上直子です。どうぞよろしくお願いいたします。では、まず最初に WP ズームアップの説明をします。WP ズームアップとは、ワードプレスのオンラインの勉強会です。毎月セッション会と座談会、それから黙々会なんかを、だいたい月に2回ほどやっております。で、今日はセッション会と呼ばれるセミナー形式の会です。で、興味がある人は経験、知識、技術レベルに関係なく、大歓迎です。お願い、歓迎されること。チャットなどでの随時の発言や、ツッコミで場を盛り上げる。参加すると良さそうな人がいたら声をかける。提案、フィードバックなどをして WP ズームアップを改善する。ツイート、ブログなどで感想を書く。ハッシュタグは WP ズームアップです。ぜひですね、たくさんツイートしていただけると、登壇者の皆さんや私たちや他の皆さんも嬉しいと思うので、ぜひお願いします。で、初参加の方を歓迎する。今日ですね、きっと初めて WP ズームアップに来たよっていう方も、いっぱいいるんじゃないかなと思うんですが、そういった人をみんなで大歓迎しましょう。で、最後に優しいチャットを心がけてください。顔が見えないので優しい言葉でお願いします。そして歓迎されないこともあります。他の人の品位を傷つけたり、差別したり、嫌がらせとなる言動、ここで出会った人へのハラスメント、スパム行為。スパム行為っていうのは、リンクを送ったり、過度な勧誘をしたりのことです。で、こうしたことを経験したり、目撃したりした人は、ものすごくきちんと対応しますので、運営者に連絡してください。で、私たちの WP ズームアップ10人くらいで運営しているんですが、今回、歓迎されないことがあったら相談してね、スタッフというのを設けてみました。で、Zoom の名前に星がついているスタッフが2名います。佐伯さんこことにい河野まさんす。です。で、この2人にですね、もし先ほど説明した歓迎されないようなことが起こってしまったら、プライベートチャットで知らせてください。プライベートチャットっていうのは、チャットの宛先を、この佐伯さんか河野さんにしていただくと、個人との、ダイレクトメールでやり取りができます。で、もしですね、場のオーナーというのもちょっと設けてみまして、これは、もし本当にとってもとっても困ったことがあったら、佐伯さんの指示に従うという感じで、やっていけたらと思っています。
そんなことはあまりないとは思うんですが、ご協力をお願いいたします。じゃあ次、すずりというサービスで WP ズームアップのグッズの販売をしております。でこの販売の売り上げは WP ズームアップの運営費になります。で今日登壇してくださる中谷さんを中心として WP ズームアップを支える会というものがありまして、こちらのですね、メンバーの方が、こういった商品をたくさん準備して、はい、でこんな新商品とかもあったりしながらやっております。はい、ぜひ覗いてみてください。はい、じゃあ本日のお品書きに行きます。はい、こちらの URL にアクセスしていただくか、 QR コードを読み込んでいただくと今日の情報が一覧で見られるページに来ます。はい、じゃあ私もそちらの方に。はい、WP ズームアップ、ズームアップ失礼しました。ウェブサイトやコンパス、Twitter、それから Facebook、YouTube チャンネル、それからスラックもあります。でスズリーなんかいろいろありますので、ぜひ覗いてみてください。で YouTube がですね、今登録人数が195名なので、もしよかったら登録していただけると200人を超えるので嬉しいなと思っております。はい、でスピーカーのご出演について、ご好意により無償で出演しており、していただいております。ありがとうございます。でプロフィールに Amazon の欲しいものリストを掲載しておりますので、ぜひよかったなと思われましたらプレゼントをお送りいただけると嬉しいです。はい、参加者の皆さんにお願いがあります。一つ目、進行にご協力ください。本日こういったスケジュールでやっていきたいと思っております。二つ目、わからないことは随時 Zoom のチャットやスライドにご質問ください。セッションの途中で登壇者への質問があったり、進んでいく中でわからないことがあった場合は、スライドというこういったサービスに、質問を書き込んで送っていただくと、まあ、こういうふうに質問がたまっていきます。でそれ私も聞きたいなということであれば、ここにいいねマークを押してもらうと、たくさんの人が聞きたいということがわかるので、ぜひこちらをご活用ください。でまたですね、チャットに書かれた質問に答えられそうな参加者の方がいらっしゃいましたら、ぜひお答えいただいて、参加者同士でフォローし合っていただくようなことがあれば素敵だなと思っております。よろしくお願いします。はい、で表示名の変更お願いします。参加者同士が楽しくする交流するために、表示名を呼びやすい、分かりやすいものに変更してください。変更の方法は今チャットに貼っていただけたんじゃないかなと思っております。で発言していないときのマイクのミュートをお願いします。それからお気軽にチャットにご参加ください。はい、どんどん書いていただけたら嬉しいです。でその際に、すべてのパネリストおよび出席者に宛先を変更してください。そうすると今日参加された全員の方にチャットの内容を見ていただくことができます。はい、じゃあ今日使う、専用のリンクをご紹介します。先ほど説明した、スライドは今回用のスライドの URL、これからチャットに貼り付けられると思うんですが、そちらにアクセスするか、または、www.sli.do にアクセスして、イベントコードと呼ばれるところに 42WP ズームアップと入力される、または QR コードを読み込んでみてください。はい、で2つのタブがありまして、質問をしたいときは Q&A タブ、それから今から後からやるリアルタイムアンケートをするときはポルズタブというのを開いてみてください。はい、UD トークというものを使っております。セッションの様子を文字データとしてリアルタイムで見ることができます。 URL にアクセスしていただくか、こちらの QR コードを読み込んでいただくことで参加していただきますので、ご興味がある方はぜひやってみてください。はい、ではですね、今日登壇者の皆さんより質問をお預かりしておりますので、先ほど紹介したスライドに皆様アクセスしてみてください。はい、そしたらこんな画面が出てくると思いますので、このポルズというタブを開いてみてください。
そうすると、今日は何を楽しみに来られましたかという質問がありますので、ぜひですね、この3つどれかお答えをお願いします。あ、もうすでに30名近くの方がお答えいただいてますね。ありがとうございます。素晴らしい。あ、今日は WPCLI について楽しみに来られたという方が 65%。シェルとか WPCLI とかよくわからない、そうですね、方が3割くらい。で、シェルの使い方を目的に来られた方が 10% 弱くらいですかね。あ、すごい、どんどん皆さんお答えいただいてありがとうございます。うん、なるほどです。ありがとうございます。じゃあ次の質問に行ってみます。はい、シェルを使ったことがありますか？バリバリ使ってます。使ったことはあります。使ったことありません。シェルって何それ、おいしいの。貝みたいな感じですかね。あ、すごい。今日は使ったことがある人が結構、使ったことがあります。バリバリ使ってますが、合わせて7割、8割近くですね。なるほど、すごい。私は名前は聞いたことあるけど、使ったことはありません。なので、ここですね。なるほど、皆さんお答えいただきありがとうございます。では、3つ目、最後の質問です。Mac ユーザー、Windows ユーザー、どちらですか？はい。あ、ちょっと、Mac ユーザーの方が多いですね。今日お集まりいただいた方は。あ、その他の方もいらっしゃる。Linux とかですかね。すごい。はい、ありがとうございます。じゃあ、アンケートは以上になります。ありがとうございます。はい。じゃあ、こんなこともできる WCLI ゼロから触ってみよう。本日の登壇者をご紹介させていただきます。先生役、しずみさん。熊本県熊本市在住の、システム開発をされている方です。母校の専門学校の非常勤講師をされています。肩書きがばっかりが増えていく。こう見えてギリギリ20代。こう見えてっていうのは、もうしずみさんすごくたくさんのことを、ご存知で、説明もすごくわかりやすくて、年齢を聞いて、あ、そんなに若かったんだねってよく言われてらっしゃるので、はい、こう見えてということだと思います。はい、本日先生役をお務めいただきます。はい、生徒役、Mac ユーザー担当、ぬかがじゅんこさんです。大阪での生活を経て小木島へ、来ました。フリーランスのウェブのデザイナーをされています。小木島図書館という施設図書館を運営されていて、ワードプレスではグローバルのコミュニティチームでご活躍されています。で、生徒役2人目、Windows ユーザーの代表として中谷智美さん、ご出演いただきます。テクニカルディレクターをされていらっしゃいます。サーバーやネットワーク関係の実作業はインフラエンジニアにお任せすることが多いので、自分で黒い画面を操作するのが未だに怖い。はい、増減部かワードプレスミートアップの共同オーガナイザーされています。で、本日のですね、夜中の2時ぐらいにアップしてくださった、ロリポップレンタルサーバーで WPCLI を使えるようにしてみるというブログをですね、書いてくださったので、ぜひ皆さんご覧ください。はい。では、もうそろそろ本編なんですが、最後にですね、こちら、用語集というのをご用意いただきました。基本的な用語はセッションの中でも説明していただくんですが、まとめてみたいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらのお品書きの方の用語集をご活用ください。はい。では、大変大変お待たせいたしました。それでは本編の方に入っていきたいと思います。しずみさん、ぬかがさん、中谷さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは。では、始めさせていただきます。画面の共有から、もういきなりでいいですかね。はい、自己紹介とかします、はい、お願いします。いいですかね。自己紹介のページがあるので。あ、そうか、そうでしたね。はい。
はい、では共有します。見えてますかね？大丈夫ですかね？はい、見えてます。はい、ですね、今日はちょっと画面をいろいろごちゃごちゃっと動かす関係上、スライドなんですけれども、プレゼンテーションモードではなくて、こういったモードで、お進めさせていただきます。こんなこともできる WPCLI0 から触ってみようということで、今回させていただきます。まず、どういったことで、ちょっと動かない。ちゃんと動いてくれない。はい。なぜ、今、WPCLI のセッションなのかということで、まずは、この WPCLI のセッションをしようっておっしゃってくださった、純子さんに、ぬかがじゅんこさんに、ご説明といいますか、ことのいきさつをお話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、すみません。次のスライドお願いします。はい。今日、WPCLI のセッションなんですけど、本当にゼロからの WPCLI です。で、なんでかっていうと、WPCLI 便利とかって聞くんですね。で、もっと、踏み込んで WPCLI でこうするといいよとか言われることもあるんですけど、私が実際 WPCLI の公式サイトを見ながら触ってみようと思ってもできなかったっていうことに今回のセッションは始まっています。というわけで一番最初のアンケートで何に興味があって今日聞きに来てくださいましたかっていうのとかも聞いたんですけども、実はゼロからなのでシェルの部分からやります。で、詳しい人とかはこっからやるんだみたいな感じかもしれないんですけど、そういう方はぜひチャットとかでフォローしていただけると嬉しいです。すいません、次のスライドお願いします。はい。で、どうしてできなかったんだろうっていうことがちょっと知ったら分かるようになったんですけど、そもそも基礎知識が足りない。この基礎知識っていうのはそのシェルの部分とかですねっていうのがあって、なんでかっていうと WPCLI っていうのはそもそもシェルができている人前提の情報ばかりなので、そこの情報がスコンって抜けてたりとかするんですね。なので、今の私には1からではなくて0から必要だということでこのセッションがあります。というわけでしずみさんお願いします。はい。ということで、まず自己紹介からさせていただきます。話す人ということで、先生役を仰せつかりました、しずみと言います。先ほど、直子さんからの紹介にもありましたが、こう見てギリギリ20代です。あと、1ヶ月切りましたが、20代です。1ヶ月切りました。20代最後の1ヶ月を過ごしています。はい。7月5日です。システム開発、ワードプレスをメインとしたシステム開発をやったりしています。若干さっき参加者リストの中に自分の会社の社長を見つけてしまって、今、ド緊張しています。よろしくお願いします。はい。では次、お願いします。中谷さん、お願いします。はい。中谷智美です。渋谷にある制作会社でテクニカルディレクターをしています。WPCLI 一応使ってはいるんですが、もうこれをコピペして使えば OK だよぐらいなものを使うぐらいで、未だにあんまりシェルを使って操作するっていうこと全般にちょっと苦手意識がありますっていう感じです。なので今日はちょっと生徒役で参加させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中古さん、はい、私です。先ほども話したんですけど、基本的にできません。ね、シェルは例えば Node.js を使うとかっていうので触ったりとかすることはあるんですけど、もちろん全部コピペでやってる感じです。職業はウェブデザイナーです。今回本当は私が Mac 版を操作してしずみさんに教わろうと思ったんですけども、実は結構やることが盛りだくさんになったので、基本的にはしずみさんに操作していただこうかと思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まず
WPCLI って何っていうところからお話しさせていただきます。 WPCLI とは、シェルコマンドラインを使ってワードプレスを操作するものになります。ざっくりとですが、まあ、実際にちょっとどういったものなのかっていうのをお見せしますので見てみましょう。ちょっと画面を切り替えますね。どの画面にしようかな。まず、今回ちょっとですね、あまりこういらっしゃらなかったんですが、この黒い画面に、拒絶反応を持たれる方っていうのも少しいるのかなとか思ったりもしながら、実際今日はちょっと割とシェルを使ったことがあるっていう人が多めなんですけども、こういった黒い画面を使ってやっていきます。で、まずちょっとですね、いろいろ何をお見せしようかなっていうふうに思ったんですけども、今ここにワードプレスが入っています。ちょうどワードプレスがある、皆さんが見覚えのある WP アドミンっていうディレクトリだとか、WP config.php だとかっていうようなものが、ここにあるのが見ていただけるかと思います。で、ちょっとですね、画面を大きくしますね。画面をっていうか、画面全体をお見せします。今日僕のデスクトップはこんな感じで、ちょっとですね、全体的に画面が小さいかもしれないんですけれども、デスクトップ全体が見ていただけるかと思います。ですね、今から何をやろうかなっていうふうに考えてたんですけども、僕が個人的にとてもすごく便利だなと思っているものを一回お見せします。というのが、カテゴリの大量の追加ですね。カテゴリーを大量に追加しなくちゃいけないことっていうのがたまにあるんですね。都道府県を全部カテゴリーとして登録しておいてくださいとかっていうことを僕がよく言われるので、そういった時にですね、まあ皆さん結構詳しい方が多かったのであれですけれども、シェルファイルっていうのを用意して、それを実行することでですね、自動的に WPCLI っていうのは、まあ、このシェルファイルの中に WPCLI のコマンドが書いてあるんですけれども、このシェルファイルっていうのが、WPCLI のコマンドを実行することで自動的に、まあ、もちろん設定は先にしてるんですけども自動的に、カテゴリの登録を今見えているように少しずつしていってくれています。でこっち側の画面、ブラウザの方に見えてるんですけども、ここがその今動いているワードプレスの中身、管理画面側になります。で、これリロードしてみると、今ですね、よいしょ、少しずつ、今22件ですね、少しずつこの都道府県が登録されていっています。で、もう一回リロードしてみると、はい、27件になりました。ちょっとですね、僕の、ベイグラントっていう、内部的な仮想サーバーで動かしているので、若干遅いんですけども、レンタルサーバーとか一般で動いているサーバーだともう少しスピード速く、トッとっ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 ていうぐらいのスピードで、感覚的なイメージですけれどもね、登録をされていきます。今41個、もうすぐですね、43、4、そう、これが終わるぐらいまではお見せしようかな。すごいですね。どん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 追加されて気持ちいいですね。あ、で今終わりましたね。ってなると、48個、一番最初にアンカテゴライズド、身分類が入っているので、47都道府県すべてが登録されました。で、実際のファイルっていうのはどうなっているかっていうと、こんな感じですね。シェルの中身はこんな感じになってます。皆さん見たことある方も多いかなと思います。もう単純にただただ並べてるだけです。ただこういうのを Excel とかでザザッと作っておいて、シェルにして、登録すればいちいちすべてをコピペしなければならないっていうことが避けられたりとかいうことが、できます。あと1個ぐらいちょっとやってみようかな。これですね、このサーバーわざと今回のデモ用に WordPress の 5.0 っていうめちゃくちゃ古いバージョンを入れてあります。なので、WordPress の更新が来ています。で WP Core Updateデートっていうふうに言って、8と押すとですね、アップデーティングトゥバージョン 5.4.2 っていうふうに出てきて、時間かかるかな、今ダウンロード中、めちゃくちゃ時間かかるかも。展開して、ここ辺のメッセージっていうのは、実際にワードプレスの更新って、ここのボタンをカチッと押したときと、全く同じような文章が出てきて、めちゃくちゃ時間かかってますね、思いのほか。思いのほか終わらないかな、時間的に。
どうだろう。ちょっと最後にお見せしましょうかね。できましたよっていうのを思いのほか時間がかかっちゃってますので、あるある。後ほど、完成した様子というか、実行が完了した様子をお見せします。どうしようかな。じゃあ、またスライドに戻って、実際にやってみます。ちょっと待ってくださいね。はい。終わりませんね。そして僕の、あ、今終わった。切り替えた瞬間に終わった。ちょっと待って。せっかく終わったからもう見せちゃおう。切り替えた瞬間に終わったよ。はい。ということで、ワードプレスアップデートサクセスフリーというふうに出てきましたので、こちら側をリロードしてみると、これでし、あ、じゃん、お、最新バージョンのワードプレスお使いですというふうに出てきました。こんな感じで、管理画面、まあ管理画面横に出してたから ボタン押せばいいじゃんっていう感じではあるんですけれども、管理画面の方を触らずに、CLI から、処理ができるようになっています。まあ、シェルとかと組み合わせると結構便利だったり、例えばバックアップを取ってそのまま実行するとかいうようなことが工夫としてできるかなというふうに思っています。では、実際に見てみまして。まず、ですね、僕が最初にこれをお話を伺ったときに、どんなときに使いたいんですかっていうようなときで、結構あったのが、ログインができなくなって特定のプラグインを停止しなくちゃいけないと。でも、まあ、停止ができない、真っ白になっちゃってて動かないとか、最近はですね、一応管理者宛にメールが届いてきて、そこでセーフモードで一旦停止した状態で動かすことができるとかっていう機能は、ワードプレスにはついていますけれども、そういった、それもうまくいかないこともたまにあるんですね。そういう時に、特定のプラグインを停止したいよって言った時とか、あと初期ユーザーのパスワードのメールが届かない。メールアドレスを変えちゃって、メールアドレスが、ね、ちゃんと届かないとか、前の担当者に届いちゃってるんだろうなとか、って言ったときに、パスワードの再発行がしたいよっていうときに使いたいっていうことがあると思います。その他に、どんなときに使ってますかっていうような形で、僕とかがよく使ってるのは、あとはまあ、この運営の皆さんとかにお話を伺ったところ、やっぱり DB のエクスポート、つまりバックアップですね、だったり、DB のインポート、バックアップから元に戻すときですね、まあ、失敗しちゃった時なのか、それともなんかテストで一回流してみて、開発環境をもう一回元に戻してみるだとか、開発環境に本番から移してくるだとか、あとは DB からの一斉置換ですね。よくあるパターンは、本番公開をするときにドメインが変わりますとかって言ったときには、ドメインの一斉置換っていう作業をやったりします。ドメインの一斉置換、ですね、プラグインも結構あったり、あと、もちろん、データベースの一斉置換なので、もちろん SQL が分かっていればできるんですけども、DB、特にですね、どちらかというと、WordPress の DB の癖っていうのをよく分かってないと、それはそれでちょっと危険なところがあります。で、プラグインももちろんありますが、プラグインだけだと、プラグインはですね、結構比較的安全にできるんですけども、安全な分だけ、カスタム投稿タイプの置換だとかっていう、ちょっと深いところに行くとうまくできなかったりします。そういったところも CLI を使って比較的安全に、書き換えができるのかなっていうふうに思ってたりします。他に、先ほどちょっとお見せしました WordPress のアップデートですとか、プラグインのアップデート、WordPress のコアのファイルのダウンロードだとか、あと僕はこの辺よく使うんですよね。コアファイルダウンロードして、config.php 作って、WordPress のインストール、いわゆる簡単、5分間インストールみたいな画面でやるやつを、もう CLI 上でザザッとやってしまう。僕はこれ用のシェルファイルを用意してて、それをバンって流すと勝手に立ち上がってるっていうような状態を作ってたりもします。まあ、そういったパターンがあるかなと。で、どういったときに、どんなときに WordPress、WPCLI を使えたらと思ったかっていうと、管理画面に入れないときに使いたいだとか、わざわざ管理画面に入らなくても作業したいっていうようなときが言えるのかなっていうふうに思ったりしています。で、サーバーとか、こういうシェルとか、今回ですね、思った以上にこうシェルができる方が多かったんですけども、シェルとかっていうのを、ができるけど、その WordPress、まあ、この今回の場合は WPCLI ができない人たちっていうのに関しては、最後の方に Tips でですね、ザザッと投げますので、
それを参考にしていただけたらいいのかなって。先ほど の、 あのシェルファイルで一斉にタクソノミー追加とかももしかしたら知らなかったっていう人は割と便利だなと思っていただけるのかなというふうに思います。ではゼロからの WPCLI 超基礎ということで、ざっくりですけれどもちょっとその CLI とはっていうようなところに関して、ご説明させていただきます。そもそも WPCLI って何なのか、ワードプレスをコマンドライン CUI で操作するものになります。じゃあ CUI って何だろう。 CUI と対義語としてよく言われるのが GUI と言われるものになります。 CUI っていうのは文字のみでコンピューターを操作するためのインターフェースで、まあ、CUI というのはキャラクターユーザーインターフェースだとかキャラクターベースユーザーインターフェースだとかちょっといろいろ略称はあるらしいんですけども、大体そういったものを総じて CUI、 文字のみでコンピューターを操作するための場所になります。そして GUI っていうのは今皆さんがよく使われている Windows や Mac や Linux のデスクトップ、X デスクトップだとかっていうようなコンピュータを操作する上でグラフィカルに操作内容を表示できる、表示されているインターフェースのことになります。で、じゃあ CUI って誰がどういう時に使ってるんだろうっていうふうなところが出てくるかなと思います。で、基本的には多分エンジニアの方が多く使われているのかなって、特にサーバーエンジニアとかって言われる人たちはよく使われてるんじゃないかなというふうに思います。コンピュータを直接操作したかったり、あと高度な設定を行いたかったり、あとですね、僕結構あるんですけれども、マウスを基本的に使いたくない、まキーボードから手を離したくないっていう若干の病気にかかってるような感じがあるので、マウスを使いたくないんですね。なのでできるだけこう文字ベースでキーボードだけで操作できるっていうことを重点に置いてたりしています。で、結構言われるのが、なんで黒いの？まあ、結局皆さんというか使い慣れてない方がすごく敬遠するのが黒い画面って言われる。なんで黒いんだろう？黒い画面っていうので言われますけれども、なぜ黒いのかっていうと、白背景だとですね、コントラストが強すぎて長時間見続けるのが結構しんどいんですね。エンジニアの人とかプログラマーの人たちっていうのは多分、普段使ってるテキストエディター、開発環境ですね、もうだいたい背景を黒くしていることの方が多いかなと思います。で、なんでそういう、まあ、黒ベースになっているのかっていうのはその辺もあると思うんですけれども、そもそも最初期のブラウン管っていうのは光の制御に限りがあったようで、より光を使わないで済む黒ベースですね、黒の中に、黄色い光で文字を表すっていうのをよいものだったらしいんですね。で、それを引き継いでるようだっていうような記事とかもあったりしました。で、Mac でなぜ白いのかっていうのはいろいろ調べたんですけれども、よく分かりませんでした。で、ですね、 Mac なんで白いんだろう、変えられるのっていうようなコメントが今ちらりと何人かから見えたんですけれども、変えられます。プロモードとかっていうカラーセッティングがあるので変えることができますし、あと Mac 自体をダークモードにしているとどうやら黒からスタートするっていうような感じの話も聞いたりしました。っていう感じで、超基礎講座おしまいです。終わりました。使える人にとってはいやいやそれ違うじゃんとか、ちょっと違わないみたいな感じの部分あると思うんですけど、ざっくりとの説明なので許してください。で、出てくる言葉、ここから先、ここまで出てきた言葉やここから先出てくる言葉っていうのは用語集である程度まとめてみました。それ以外にも分かんない言葉出てくるかもしれないんですけれども、そういったところは随時質問していただければ多分いろんな人が答えてくれるんじゃなかろうかと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、WPCLI ってもう一回おさらいしてみましょう。ワードプレスをコマンドラインで、コマンドライン、つまり CUI で操作するものです。CUI とはコンピューターを操作するための UI です。そして、そのコンピューターというのは、この後、2つに分かれます。一つ目が自分の Mac や Windows、つまり今扱っているローカルのパソコンという、ローカルのコンピューターというような言い方をします。自分自身の手元にあるものです。そしてもう一つ、サーバーというものが、出てきます。サーバーというのは、ウェブサイトを表示、
公開するため、ワードプレスが動いているためのワードプレスとかが動いているコンピューターのことですね。このことをリモートというふうな呼び方をします。そのローカルとリモートっていうのを一つ覚えておいてください。では、リモートサーバーへのつなぎ方に進みます。で、サーバーへのつなぎ方、Mac、Windows、Mac 共通で必要なこととして、サーバー側の設定があります。サーバー側でコマンドライン、シェルで、シェルでの操作を受け付けられるように設定してあげる必要があります。多くのサーバー会社さんは、セキュリティの関係上、もともと SSH、シェルの部分を、オフにしている、レンタルサーバー会社さんが多いんですね。なので、レンタルサーバー会社さんの、SSH 設定をオンにしてあげる必要があります。で、ちょっといくつか例でですね、ここちょっと、後で資料を公開するときに見ていただきたいんですけども、X サーバーさんだとか、さくらさんだとか、ロリポップさんだとか、アミモトさんだとか、それぞれですね、SSH の設定をするためのリンクを、マニュアルの方に書かれてたりしますので、そのあたりをご確認ください。で、次ですね。では、つないでみましょうということで、まずは Windows 編です。Windows 編で使うもの、Windows をお使いの方で使うものっていうのは、テラタームやパティ、これパティと読みます。パティといった、SSH クライアントソフトって言われるものですとか、最近 Windows 10では、PowerShell っていうものが実装されました。PowerShell っていうのを使うと Mac と同じような感覚で使えますので、もし PowerShell 使ってるよっていう方であれば、ちょっと一旦お待ちいただいて、Mac と同じような感覚で、Mac 版の説明の時に一緒にやっていただければいいかなと思います。では、一つ例として、テラタームの使い方を、見てみましょう。中谷さん、よろしくお願いします。はい。はい。共有止めて中谷さんに移します。はい。じゃあ、私の方の Windows の画面を共有します。お願いします。はい、今、はい、お品書きとかが見えてるので。で、じゃあ、テラターム、立ち上げます。私も普段、たまに使っているのがテラタームで、慣れているといえば慣れているので、今日はこれを使うっていうふうにします。これも、とりあえず、自分のサーバーに接続するとこまで。そうですね。聞き手役って言いながら多分どんどんしていただけるかなと思いながら。はい。まあテラタームどうしようかな。じゃあちょっと先生っぽく説明をしていこうかな。テラタームを開きます。開くとこういう画面になるかと思いますので、ファイルっていうメニューを押してください。はい。でその中に新しい接続っていうのがありますので、新しい接続を押してください。するとですね、この接続先の設定を、できる画面が出てきますので、このもう UI に従って、ホスト名と、ポート番号が多分、ロリポップだとちょっと違うかな。はい、そうですね。SSH の接続情報は、ロリポップのユーザー専用ページのここのところにあります。なので、さっきのサーバー、ポートって書いてあるところにサーバーのこの情報を入れて、で、あ、違う、ホストって書いてあるところにサーバー情報ですね。ssh.lollipop.jp ですね。ロリポップの場合、これを入れて、で接続ポートが22になってるんですけど、ロリポップの場合は2222なのかな。で入力したので、入力して OK を押してください。そしたらユーザーパスフレーズを聞かれるので、ユーザーがアカウントです。アカウント名コピペします。パスワード一瞬見えますけど忘れてください。すぐ変えるんで大丈夫ですけど、はい、よいしょ。で貼り付けました。OK を押してください。はい。するとですね、こんな感じになりました。も
もうめちゃくちゃ簡単です。専用のソフトがあるのですごく簡単に、接続をすることができます。もうこれ実は、よくわかんない感じがありますけれども、ロリポップサーバーにつながっていて、ロリポップサーバーのレンタルサーバーで使える領域を操作している状態、操作待ち状態みたいな形になっています。はい。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ一旦つながったので、ここまでで教費を提供します。はい。ということで、ちょっとざっくりではありましたが、Windows 編のつなぎ方です。専用の、クライアントソフトっていうのがありますので、Windows の場合はそれでつないでいただくと、まあ、GUI で入力欄が設定できて、それで比較的簡単に処理できるのかなっていうふうに思っています。で、次が Mac 編です。ということで、Mac 編はですね、いろいろ一応クライアントソフトもあるんですけれども、結構一般的によく使われるというか、すんなりと使いやすいターミナルっていうものを使います。で、ターミナルっていうのが Mac の場合は標準で入っていますので、ですね、皆さんの画面にも Mac を使われている方は皆さんあると思うんですけれども、右上あたりにですね、虫眼鏡のマークでスポットライトがというものが開けます。特別なショートカットキーの変更とかされてないんであれば、オプションスペースとかでも開けるかな。この今画面見えてますかね。全体見えてますか。この辺に一応 Siri の横あたりにいます。で、ここにスポットライト検索っていうので、ターミナルって入れていただくと、ターミナルアップっていうふうに出てきますので、それを開いて、エンターで開いていただくと、こういった、ちょっとちっちゃいですけど、こういった、ソフトが立ち上がります。はい。いいですかね。ここまで大丈夫ですかね。なんか一緒にやってみようっていう方はぜひ開いてみてください。で、そのターミナル、いきなり黒い画面から始まります。そしてその黒い画面で使うものっていうのは、SSH コマンドっていうものを使って、接続します。Windows 版でやったテラタームっていうのは、この SSH コマンドを先ほど入力した情報で、入力した情報で、裏側で勝手にやってくれてるっていうだけなんですね。なので、もう Mac の場合はそれを自分で手打ちで打っていきます。で、いきなりちょっと、いきなり難しい感じがするっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、実は結構簡単で、SSH って打った後に、先ほど設定にあったユーザー名と、アットマークで挟んでホスト名を入力していただいて、Enter を押す。で、Enter を押してパスワードを入力するとかっていう、簡単な処理ですね。で、先ほどの中谷さんの場合はパスワード認証だったんですけれども、それとは別に鍵認証という、よりセキュアと言われる、セキュアであると言われる認証方法もあります。その認証方法、鍵認証の時には、ホスト名の後にスペースを空けて、-i、スペース、鍵ファイルへのパス、鍵ファイルを指定してあげるっていうふうにしてあげると、接続できます。ということで、一回、実際の画面を見ながらやってみましょうということで、僕の画面で、僕のターミナルでお見せします。はい、見えますか？画面全体が、皆さんの画面全体が黒くなってしまうっていう感じですけれども、はい、見えてます。こういった形です。一緒にやります。一緒にやるよっていう方は一緒にやってみてください。はい、こういった画面がターミナルですね。先ほどの、SSH でつながった後と同じような感じなんですけれども、これも先ほどお伝えした、画面が、まあ、コンピューターを扱っている画面になります。そして今自分がいるのはローカルです。ローカル。つまり自分の Mac を扱っているような状態になります。Windows も、PowerShell だと、こういった画面で使えます。で、僕ちょっと自分で設定をいろいろ変えたりしてるので、結構カラフルですけれども、初期設定だと結構簡素な白と黒だけみたいな状態になってたりはします。で、先ほどお伝えしたコマンド、SSH
で、その後にスペースを開けます。スペースを開けて、ユーザー名、僕の個人のサーバーにつなぎますので、スピーカードちょっと止まってくださいね。これ僕ね、今気づいたの。横幅が足りない。ちょっとお待ちください。ちょっと今見ないでね。見ないでねっていうか、今打ってるコマンドは気にしないで。見ないで。見てもいいけど気にしないで。はい、SSH、スピーカードッツ、僕のユーザー名ですね。ユーザー名、はい、アットマーク、ホスト名。あ、なるほど。あの、鍵カッコみたいなのはいらないんですね。はい、あ、そうです。鍵カッコを書いてましたが、はい、あそこはあくまで、はい、ここにユーザー名が入ります的な箱でしかなくて、鍵カッコはいりません。はいわ、はい、かりました。あの初心者はこういう罠があります。はい。ですね。で、僕のサーバー、先ほどですね、こう、あの、資料の方には書いてなかったんですけども、中谷さんも、ポート番号が違いました。ポート番号というのは、テラタームに先ほど一番最初に出てきた22番っていうのが SSH で接続するときの標準的なポート番号になります。なので、標準のポート22番で接続できる場合には何も入力が必要ありません。パスワード認証の場合は、さらにパスワード認証の場合は、ここでエンターキーを押すとパスワードを聞いてきます。で、僕ちょっとですね、あの、ドメイン名を見てもらうと、ちょっとわかる方はわかるかと思うんですけども、X サーバーを使いますので、X サーバーさんはポート番号が10022というふうに変更されていますので、ポートを設定するときに、ハイフン P と入れます。で、ハイフン P スペース10022。中谷さんの場合だったら、中谷さんの先ほどのサーバーにつなぐ場合は、ハイフン P2222 ですね。ポート番号、ハイフン P はポートの P です。で、オプションで、その後に、ポート番号を続けます。そして僕の場合は、鍵認証をしますので、ハイフン I。で、鍵ファイルがある場所を示します。この鍵ファイルっていうのは、SSH の接続設定のページとかで、サーバー会社さんによっては、その場で作って鍵ファイルをダウンロードできたりっていうふうなことができますので、そのダウンロードしてきたファイル、あとはですね、画面にパッて表示されるだけの場合には、もうただのテキストファイルに A って貼り付けていただいて、でもある程度は対応できるかなって、ちょっと設定変えなきゃいけなかったりはするんですけれども、ほとんどの場合が、接続できるようになるかなっていうふうに思います。そのあたりはすいません。今回は割愛します。で、鍵ファイルですね。-p の後にポート番号、-i の後に鍵ファイルを指定して、Enter とするとですね、こういった形で、おお、なんか、そのようなファイルやディレクトリはありません。気にしないでください。はい。あ、なんで日本語で出てくるんですか？ X サーバーさんはですね、確か日本語に、シェルが日本語が出力できるように設定してくれてるんだったと思います。なるほど。じゃあ、それは、サーバー側の設定っていうことですね。そうです、そうです。サーバー側の設定です。で、詳しい方だと、そのレンタルサーバーでも日本語が使えるようにとか設定をすることもできます。権限があればある程度できたりもします。うん、僕のこれもしかしたら自分でしてたのかもしれないですけど、いや、した覚えはないので、多分 X サーバーさんは日本語ファイルが出てきます。で、ちょっとなんか入った時にエラーが起きたみたいで、エラーが出てきましたが、だいたいこういう感じでメッセージが出てきて、その後に、ですね、プロンプトって言われるんですけど、この部分わかります？入力前に常に表示されてた場所。さっき僕のめちゃくちゃ長かったり。で、このプロンプトの種類が変わったことがわかるかと思います。だいたいですね、まあ、奇跡的に自分のローカルとサーバーの設定が一緒でっていう場合がある可能性はありますが、大体状態が変わります。見た目が明らかに変わります。で、先ほど入力したなんか情報とかが出てきたりとかっていうことがありますので、こうするともうこの状態でつながったんだなっていうふうなことがわかります。大丈夫ですかね？こんな感じかな？よろしいですかね？ではでは、一旦
パワポに戻らせていただきます。順番合ってるよね。はい。では、Windows の方も Mac の方も、サーバーに接続することができたと思います。では、いよいよサーバーでやってみようということで、Windows、ここから先はまた Windows と Mac の方共通になります。よいしょ。でもうここから先っていうのはサーバーレンタルサーバーに入った後のことですので Windows だとか Mac だとかっていうのは関係なくてそのレンタルサーバー会社さんのサーバーの設定によりけりにはなってくるんですけれどもだいたいこうだよねっていうところの、まあ、最大公約数的なところでお話を進めさせていただきます。でまず明らかに何でも使えることどこの大体のサーバーで使えるようなコマンドからお伝えします。でいくつかですね先に覚えておいてほしいことがあるので先にお伝えします。まず一つ目自分の場所を知るということで自分が今どこにいるんだろうと FTP とかを使ってるとだいたい周りの状況とかを見て周りの状況とか上の方に表示される GUI で表示される情報とかで今自分がどの辺にいるなとかどこのディレクトリの中にいるなっていう情報っていうのはある程度わかるかと思うんですけれども、先ほど見ていただいた通り、もしくは皆さんの目の前にある通り、サーバーの中、シェルで入ってコマンドラインではなかなか自分の居場所っていうのがわかりづらいことがあります。迷子になることがたまにあります。そういう時にはですね、pwd というコマンドを使います。プレゼントワーキングディレクトリの略らしいです。今いる場所の絶対パスが表示されます。これもちょっと黒い画面の方に切り替えて皆さんと見ていこうかなと思います。よいしょ。間違えた。僕は今何を共有したんだ。これかな。なりましたかね。で、ここ今先ほど入った、X サーバーの中なんですけれども、ここで PWD と言ってエンターを押すと、今あなたはスラッシュホームスラッシュスピカドッツというディレクトリにいますよっていうような形で表示されます。いいですかね。皆さんの入ってる、やってるサーバーそれぞれで状況が違うと思います。なので迷子になっちゃったなっていう時にはこの PWD っていうのを思い出して打ってください。そうするとあ今この辺だなっていうのが分かるかと思います。はい、ではまたパワポに戻ります。次ワードプレスの場所を知るね。ワードプレスの場所が分かんないとどうしようもないですよね。 WPCLI を使いたいけどワードプレスの場所が分かんないよっていうことになると困ります。でですねワードプレスの場所を知るっていうのはもう基本的なレンタルサーバーの場合でお話しします。基本的なレンタルサーバーの場合 SSH で入った時のルートつまり一番最初に自分が立ってる場所と FTP で入った時に一番最初に立ってる場所っていうのはだいたい同じに設定してあります。なのでそれ通りに移動していってもらえればOK かなと。でも最初の方慣れないうちはですね横に FTP のソフト立ち上げておいて今自分どこにいるんだろうっていうのを地図代わりに FTP ソフト見ていただいて移動してみたりとかっていうことをやるのも一つありかなっていうふうに思ったりします。よろしいですか。大丈夫ですかね。次 ls コマンドというものをご説明します。 ls コマンドの使い方基本的には ls と打つだけです。リストの略です。今いる場所にあるファイルが一覧で表示されます。で、よく使うオプションとして -a だったり -l っていうのがあったりします。一部のオプションは続けて書くことができまして、今回、先ほど SSH で接続した時のオプションの -p とか -i っていうのは分けて書きましたが、一部のオプションっていうのは続けて書くことができます。続けて書けないオプションもあります。で、ls コマンドでよく使われる -a だとか -l っていうのは、続けて書くことができるので、-al って書いたり、-la って書いたり、どっちでも実は良かったりします。で、見え方が変わってきます。で、実際に、見ていきたいんですけれども、ちょっともう一つコマンドをお伝えしたいので、その次の説明をした後に、実際の画面で ls コマンドと
もう一つのコマンドをやってみたいと思います。ということで次のコマンドはこちら CD コマンドです。 CD とは言っても聞く CD ではありません。あのキラキラしてる CD ではありません。チェンジディレクトリの略で CD です。その名の通りチェンジディレクトリって言ってますので、移動先のパスを後ろに指定してあげることで、自分がいる場所を移動することができます。つまりディレクトリを移動します。通常皆さんがマウスを使って、GUI でやるときには例えばマウスでカチカチっとダブルクリックすれば移動できるかと思うんですけれども、もちろんマウスが使えませんので、CD というコマンドを使って移動していきます。はい。で移動先のパスっていうのは相対パスも絶対パスも使えます、ただレンタルサーバーにおいてはですね特殊な事情がない限りは相対パスを使うことの方が多いかなっていうふうに思います、なぜならですね、相対パスを使って書くような、いわゆるルートに近い、一番上の部分に近い、ところはですね大体のレンタルサーバー触れないようになってます。なのでなかなか使わないかなっていうふうに思います。なので相対パスを使うと。まあどちらにせよ皆さんウェブをやられてる方だったら相対パス、絶対パス割と慣れてらっしゃるかなと。で特に相対パスの方が慣れてらっしゃるかなと思いますのでその感覚とそのままで大丈夫です。ではその2つのコマンドを実際にやってみましょう。よいしょ。コメントで今話題になってる SL コマンドは僕のにも入ってるのでたまにイラってします。入れなければいいのにと思いながらも入れてるのでイラってします。時間があったら後でやりますね。でまず何をするんだっけ。 LS コマンドですね。 LS コマンド LS と打ってエンターを押してみます。そうすると今自分がいるさっき PWD で見たので分かりますね。スラッシュホームスラッシュスピカドッツの中にあるファイルの一覧が見えます。これ特にお客さんの情報はあまり載ってないので気にしないでください。するとこういう形で、で X サーバーさんの場合は青文字で書かれているのはディレクトリになります。サーバー会社さんによってちょっと書き方が変わったりはするんですけれども青とかで書いてあります。でオプションの一つ、-a っていうのをつけてみます。-a、X サーバーのサーバーでは SL コマンド動きません。-a をつけると、不可視ファイルって言われるドットから始まるファイルですね。だいたい基本的にはドットから始まるファイルを、表示することができます。つまり、すべてのファイルを表示、all の略です。で、-a。では次、-l とすると、次はリスト形式で表示されます。リストコマンドのリスト。これリストの略なのかな？リストで表形式で表示してくれます。そうすると割と見やすいですよね。例えば、そうだな。たまにサーバーを使ってて、ワードプレス使ってて、やるのは権限の情報だったりとか、あとは作成日付ですとか、更新もしくは作成日付ですね。だったりとかっていうような情報がザザッと一覧で表示されます。で、ls コマンドは、オプション a と l は一緒に使います。なので、al と打つと、不可視ファイルも含めたリスト形式で表示されます。二つとも同時にやってくれるんですね。すべてのファイルを表形式で表示するっていう形ですね。で、先ほども伝えました、言いましたが、AL でも LA でも結果は一緒です。同じように出てきます。はい、この形ですね。大丈夫ですか？では次、CD コマンドをやってみます。CD と打って移動先のパスを書きます。今回僕はじゃあとりあえずこのスピカドッツドットコムっていうところに入ろうと思いますので、スピカドッツドットコムと入れます。相対パスなので、一番最初に何も入れません。気になる人はドットスラッシュって書いていただいてももちろん動きます。よいしょ。あ、コメントの皆さんありがとうございます。ハイフン L の L はリストじゃなくてロングっていう意味らしいです。皆さん覚え直してください。
で、移動しました。移動できたので、PWD と打つと、先ほど自分の居場所がまた見て取れます。今までは、スラホーム、スラホ、スピカドッツの中にいたんですけれども、その中に、その後に、スラスピカドッツドットコムっていうディレクトリの中に入ったっていうことがわかると思います。で、ここでまた ls コマンドとかを打つと、先ほどと中身が変わりました。ディレクトリを移動したので、中身が変わります。っていうような感じで、場所を移動して、自分のやりたい、作業をしたい場所に移動してとかっていうことを繰り返しやっていきます。っていう2つのコマンドの使い方をまずは覚えてください。はい。では、またスライドに戻ります。よいしょ。よ。はい。んで、ここまで2つ覚えました。で、サーバーの中で今回若干忘れそうになる WPCLI 回です。WPCLI を使い、いよいよ使う準備をしていきたいんですけれども、まずは WPCLI がサーバーに入っているかの確認をしましょう。やり方としてはすごく簡単で、WP スペース -info というふうに打ちます。入っていたら、PHP のパスの情報とかが出てきます。入ってなければエラーっぽいメッセージが出てきます。コマンド not found とか出てきます。で、ですね、国内のレンタルサーバー会社さんのほとんどが実際最初の状態では WP コマンドが入ってません。桜サーバーさんだけは初期状態で確か WP コマンドが使えるように WPCLI が入っていたかと思います。なので、じゃあ実際に一回私のサーバーでもやってみましょう。私のサーバーは X サーバーさんなので、WP、間違えた。WP-info で、Enter とするとコマンドが見つかりません。X サーバーさん日本語で出してくれるので、コマンド not found ではなくてコマンドが見つかりませんというふうに出てきました。コマンドが見つかりませんので、入っていないなっていうことになります。これがもし入ってたらですね、PHP とかの情報が出てくるようになります。入ってた時の動きっていうのは後ほど見れますので、お楽しみにという形で。では、入ってないので、入ってなければインストールすればいいじゃないということで、インストールをしていきましょう。ということで、またスライドに戻ります。WPCLI をインストールする。これも Windows と Mac 共通です。サーバー側での作業ですね。で、レンタルサーバーの場合、WPCLI を入れるための方法っていうのは WPCLI の公式のウェブページに載っています。ですが、ですね、レンタルサーバーの場合ですね、公式ドキュメントの通りに操作すると途中で必ずこけます。失敗します。ですね、と言いますのも、レンタルサーバーの場合、ですね、動作条件を確認してからっていうふうに上から順番に書いてあるんですけども、一つ目のコマンドをやって、二つ目のコマンドをやって、三つ目のコマンドまでは大体動きます。三つ目のコマンドまでは大体動くんですけども、四つ目でこけます。っていうのが、ここが違うんですね。ここが できないんですね。レンタルサーバーの場合は、この sudo コマンドっていうのが大体のサーバー会社さんで使えません。なので、ここが使えないし、そもそもこのスラッシュユーザーローカルビンっていうところに物が置けないとかっていうような制約がかかってたりします。で、レンタルサーバーの場合ですね、設定の一例として僕がよくやってる設定をお伝えします。先にざらっとお伝えしますね。で、設定の一例としては CD ニョロニョロでホームディレクトリに移動して、あ、すいません、これね、1、2、3番目まではやっている状態が前提です。で、3番目までやったらその後に CD ニョロニョロ、これチルダと呼びます。ニョロニョロ、ですね、一般的なキーボードだとシフトをしながら、誰か教えてください。シフトをしながら何でしょう。ニョロニョロってどこについてますか。ニョロニョロの出し方。
そう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 。どこ？あの、どこ？ジスキーボードです。ジスキーボード。あの、1の隣だ。そっか、私 US だ。ジスキーボードの方誰かいないかな。あ、そうかそうか。誰か、誰かジスキーボードの方。みんな一般的なキーボードを使ってない。ハットのところ、そうですね。ハットのところ、ハットがまた伝わらないっていう。そうなんですよ。読めない。なんだろうな、こういう上向き三角みたいなやつですね。ひらがなだとへの場合が多い。あ、ひらがなだとへだ、そうです。だからシフトへを押すとニョロニョロ、あの、なんか、ちょっとおどけた超音記号みたいな感じの時に使う、あれですね。カラマークですね。のところに、あります。で、それを押して、ホームディレクトリに移動します。で、その後に mkdir bin っていうふうに書きます。mkdir っていうのがコマンドがまた新しく出てきました。これそのまま make directory の略で mkdir です。もうその名の通りですね。ディレクトリを作るためのコマンドです。なので、スペース bin というふうに入れます。で、その後に、その作ったファイル、bin ディレクトリに移動したいので、cd スペース bin ですね。で、移動します。で、そこから、move コマンドっていうのを使います。また新しいコマンドが一つ出てきました。move コマンド。move、その、あ、mv。mv コマンドは move なので、移動させることができます。なので、先ほどダウンロードしてきた wpcli.pair のパスを、今いる bin ディレクトリのところに移動させるっていうようなコマンドを書きます。で、その後にもう一回 move コマンドを使うんですけれども、次の move コマンドは意味が違います。移動させるっていうのは同時に、名前を変えるっていう機能も持っています。なので、移動させてきた WPCLI ファイルを WP というふうに名前にリネームします。はい。いいですかね。では、実際の画面でやってみます。ザザッと今やってきちゃったので、皆さんゆっくりともう一回、1、2、3番のところとかもゆっくりやっていきますので、皆さんと一緒にやっていきましょう。まずはですね、すいません、私も開き忘れてた WPCLI の公式サイトを開くとですね、wp-cli.org/ja あと日本語版が出てきます。そのサイトがあってですね、そのサイトのクイックリンクスの中にインストール方法と、これ画面見せましょうね。せっかくなので。これかな？これで合ってる？これですね。合ってるかな？合ってますね。これですね。はい。WPCLI っていうサイトがあります。こういうサイトがあってですね、ここクイックリンクスがあるので、インストール方法と押していただくと、インストール方法の場所に行きます。で、1番目、2番目、3番目。ここまではコピペで OK です。ただし、一番最後の方にも軽く説明をするんですが、最初のドルマークはコピーしないでください。ドルマーク以降をコピーしてください。なので、1個目のコマンドは curl-o っていうところですね。で、これ手打ちでももちろんいいんですけれども、一文字でも間違っちゃうとうまく動かないので、もうこういうのはコピペをしていただくことをお勧めします。よいしょ。では、やってみます。コピペの部分はちょっとお見せできないですけど、コピーして、貼り付け。ちょっと待って。そうですね。いいか。コピーして貼り付けます。で、エンター。ですると、ちょっと見慣れない、状態が出てきますが、ですね、トータル何キロバイトでレシーブの何パーセントでっていう形で、何パーセントか。これ、結構ファイルのサイズが小さいので一瞬で終わることあるんですけれども、大きいファイルだとこれが少しずつ数パーセンテージが増えたりとか、っていうような感じ。今ので、終わりました。で、せっかくなので覚えた ls コマンドを使ってみましょう。ls コマンドを使ってみると、確かにここに wpcli.pair っていうファイルが増えていることがご確認いただけるかと思います。ですね。ここにあります。
そしたらば次に PHP がペアファイルが動作していることを確認してくださいとありますので、一回コマンド通りにやってみましょう。えい。あ、動いた。動いた、動いた。よかった。X サーバーさんの場合はすんなり動くみたいですね。そうするとですね、先ほどの wp-info でを押したときと同じ内容が出てきます。で、ちょっと後ほど説明するんですけども、この php っていうコマンドだけでは動かないサーバー会社さんがあったりとか、あと見ていただくとわかると思うんですけれども、CLI で使える php の初期コマンドっていうのを、php のバージョンが極端に古かったりします。特に昔から契約してるサーバーとかだともう古いまんまだったりします。なので、このあたりの解決方法とかはまた後ほどやります。まずはこれで動くこと。もしこれで動かなかった場合も、その後の PHP の説明をしますので、その時の説明を先にちょっとやってみたりとかっていうことで解決できることもあります。すいません、ちょっと飲みますね。ずっと喋り通しは疲れる。お疲れ様です。お疲れです。ありがとうございます。なかなかですね、はい、専門学校の授業でもここまで喋り続けることはなかなかないんですよね。大体、はい、やってみて、つってできたとかっていう待ってる時間があるんですけど、あ、結構今回時間がないのもあって、ずっと喋ってるんです。そうですね。で、その後にもう一個、もういきますよ。はい、お願いします。しました。はい、3個目のコマンドいきます。chmod プラス xwpcli ペア。これもですね、もうおまじないだと思っていただいてていいです。ほぼほぼおまじないだと思っててください。詳しい方は、あ、コメントでもしかしたら誰か教えてくれるかな。チェンジモッドって言って、権限の設定を変えます。プラス x は実行権を与えるっていう意味になります。で、変わってところがですね、ここが変わります。ここが変わるので覚えておいてくださいね。今 wpcli.pair はrw-r-r- です、ね、で今先ほど chmod を実行したのでもう一回見てみると、覚えられるかよっていう話なんですけど、 -rwxr-x っていうふうに x がつきました。覚えてます？わかりますかね？ x が増えました。なので、これで実行権 x、エグゼキュートの権限が付与されました。ここまでは、WPCLI の公式サイトに載ってるやり方通りで問題ありません。では、この後からが、できないんですね。実際、一回やってみます、わざと。これでできちゃったらどうしよう。この後の4番目のコマンドがこれです。4番目のコマンドを A。明らかに何かしらの、こう、怖い雰囲気の言葉が出てきますね。あなたはシステム管理者から通常の講習を受けたはずです。パスワードを聞かれます。これですね、入力しても。講習受けたの？講習受けてない。X サーバーさんから講習受けた記憶ないんですね。これなんか日本語で見るの初めてなんですけど、めちゃくちゃ怖いですよね。普段英語でしか見てないんだよね。なんか残念、また試してくださいって。そっか。なかなかに怖いストーリーは。はい、でもうなんかちょっと分かんないので、よく分からないので、もうここでなんかお手上げ状態になりますよね。いや、うん、僕そんな講習とか受けてないんでみたいな感じなのでここで終了こういった形になっちゃいます。で、キーノートに書いたちょっと記憶をたどりながらというか、僕のね、僕と同じように言っていただければ基本的に大丈夫かなと思います。次にですね、だからここから先やる方法として、まず CD チルダを押します。えい。そうするとですね、 PWD、 えい。また一番最初のホームディレクトリって言われるんですけども、
一番上の部分に戻ってきます。自分が入れる大体一番上だと思っていただいていていいです。ホームディレクトリに戻ってきます。いいですか。 CD チルダーできました。でその後に MKDIR メイクディレクトリの後にスペースを空けて bin。 これですね、実際このディレクトリ名何でも構いません。でも慣習的にこういうソフトっていうのは bin ディレクトリに入れるっていうような慣習があります。 bin っていうのはバイナリーの略です。 bin と読むんですけど実際に全部読むとバイナリーです。bin ディレクトリっていうのを作ります、はい、そしたら cd bin bin を打って、bin ディレクトリの中に入ります。そしたらそこまで OK かな。 move 先ほどダウンロードしてきた wpcli.pair のパスが必要です。ここの時点で半分の人はあれどこに置いたっけって思うような気がします慣れてない人は本当にあれって思うと思います。分かんなくなったらまずは FTP ソフトとかで確認してみてください。探してみてください。どこかにあります。僕は実はちゃんと覚えてるのでドットドットスラッシュ、ちょっと前に覚えてますか。ルート、ホームディレクトリからスピーカードドットコムに移動しています。僕はですね、皆さんはサーバーが違うのでスピカドッツドットコムなんていうディレクトリがないと思いますので、それぞれ皆さん気をつけてください。ごめんなさい先生、はいはい、見失いました。ホームディレクトリに移動してしないといけないじゃないですか、はいはい、このホームディレクトリっていうのは一番上っていうこと、どこに移動したらいいんだろう。だい、うん、だいたい一番自分ですね、難しいな、難しいこと聞いて、ね、SSH ルートとか、ルートって言って、自分が入れるレンタルサーバーにおいて自分の権限で入れる一番上層というか一番高いところ、はいに入ってたりするのが一般的です。はい、ありがとうございます。もう場所を忘れちゃったっていう人はですね、もうぶっちゃけ bin ディレクトリ作ったじゃないですか。ここでもう一回、curl から始まるコマンドを打って、php wp cli、動作確認は一旦すっ飛ばしちゃってよくて、ダウンロードしてきて、curl-o っていうのがダウンロードしてくるコマンドなんですね。で、ダウンロードして、この場で chmod で動かしちゃ、実行権渡してっていうところまでやっちゃってもいいかもしれないです。これはなんか置く場所間違えたらまずいんですか？いえ、置く場所を間違えても、大きな問題にはならないです。特に wpcli の場合は特に大きな問題にはならないかなと思います。なので、もう、どこに置いたから壊れる、はい、どこに置いたから動かないってことはないんですけれども、置いた場所を忘れないでください。はい、わかりました。一つ一つこうなんかメモを取りながらとかね、やった方が、で一応基本的に wpcli のコマンドのペアファイルは大丈夫であるんですけど、できれば公開ディレクトリには置かない方がいいです。公開ディレクトリっていうのは、パブリック HTML って書いてあったりとか、いわゆるパブリックルートって言われるような場所ですね、はい、には置かない方がいいかな。外から実行できてしまうので、もしかしたら攻撃の対象になっちゃうかもしれない。了解です、ありがとうございます。で僕の場合は、ムーブ、ムーブの方をやっていきますね。1個上の上がって、スピーカードッツ.comに入って、その中に、wpcli.pair っていうファイルがある。画面がね、見え、あ、そう、見えた。よかった。見えた。大丈夫です。はい、見えました。ですね。で、あれここに合ってるかな、ここにあるかなとかっていう時はですね、途中まで打って、
例えばここにちゃんとあるんですけど、 WP ハイフンとかまで打ってタブキーを押してみるとですね、それに完全一致するやつが一つしかない場合は勝手にピョって出してくれます、うん、なので逆に言うと CLI ぐらいまで打って、あのいつまで経っても出てこないんだったら多分場所間違ってます、もともと置いてた場所、うん、そこじゃないよっていう感じです。なので探しに行くとかもう一回落とすとかいうのをやり直してみてください、はい、で、余談はその辺にして、このファイルを今自分がいる場所に移動させたいのでドットスラッシュで A とします。そうするとですね、 ls-l 今作ったばかりのビンディレクトリの中に先ほど落としてきた wpcly.pair っていうファイルが移動してきました。で、ですかね、後に move wp、 もう ここにこれしかないの分かってますから、この辺まで打ってタブキーを押してみると wpcli.pair っていうふうに勝手に出てきてくれます。で、このファイルを wp というファイルに書き換えると、ファイル名が wp に切り替わります。コメント欄の皆さんがありがたい。ディレクトリ配下で探す場合とかのやり方とかも書いてくださってる。その辺も使いこなしてみると、どこに置いたっけの時に、あの答えが見つかる可能性があります。ありがとうございます。では、ここでまずビンディレクトリの中に WP コマンド本体を置くことができました。やばい、時間がやばいぞ。すいません、途中で質問してしまった。いやいやいや、はい、全然、はい、でここまでいったら、その後まずじゃあ、サーバーで使える PHP のバージョン、 CLI で使える PHP のことについて軽くお話をします。ちょっとざっくりそこは飛ばし気味でいきますね。はい、スライドに戻ってきました。次、 CLI で使える PHP を知りましょう。レンタルサーバーごとにパスや記述方法がそこによっては違います。マニュアルやサーバー情報のページに大体記載があります。X サーバーの場合、ログインして、アカウント、サーバーの中に、サーバーコンパネの中に入って、アカウントのサーバー情報っていうところを押すと、サーバー情報がつらつらと出てきて、そこに FTP のなんか接続先だとかいろいろ情報が載ってるんですけれども、その中のコマンドパス一覧っていうタブの中に、載ってます。で、ここに PHP 7.4 を CLI で使いたいんだったら、このパスを使ってねっていうふうにちゃんと書いてあります。これですね、ログインしなくてもマニュアルに書いてあるサーバー会社さんもあれば、本当にログインしないと見れない場所に書いてある。本当に。ユーザーさんによって場所が違ったりとか、サーバーによって場所が違ったりとかっていうのがあるから、ログインしないと分かんないようにしてあるとかっていうふうに、それぞれ違うので、ちょっとここに関しては、ご自身の使ってるレンタルサーバーでチェックしてみてください。次です。RC ファイルというものを触ります。ここもまたいろいろ厄介なんですけれども、ざっくり説明すると、CLI コマンドの、WPCLI のインストール方法で公式に書いてあった、ユーザーローカルビン、スラッシュ、ユーザーローカルビンっていう場所に、実行可能ファイルを置くと、自動的にコンピューターというのは、あ、この WP コマンドがインストールされてるんだなって自動的に認識できるようになります。ですが、レンタルサーバーではその場所を使うことができません。また、標準的に実行した場合には PHP のバージョンが古かったり、古いバージョンで実行されてしまったりっていうような問題が発生します。そういう時のためにですね、先にちょっとざっくりと先の話をします。Alias と言ってコマンドの別名を設定します。設定することで、自分の使いたい PHP のバージョンで、かつ WP コマンドがそのまま使えるように、すんなり使えるようにっていうような設定をします。その設定のために RC ファイルっていうのを触ります。で、まずはその RC ファイルがどういったものなのか、もしくはどういうファイル名をつければいいのか、元からないパターンもあるので、そういった時にはどういう名前をつければいいのかっていうのを知るために、
エコーダラゼロっていうようなコマンドを打ちます。それで表示されたものが使われているシェルになります。で、そのシェル、今までシェルシェルって言ってたのに、そんな使われているシェルっていうのを知らないといけないのかっていうぐらいたくさんシェルの名前があります。最新版の Mac で標準で動くようになったのは ZSH っていうシェルです。もともと結構比較的今多く使われているのが Bash と呼ばれる Bash BASH というシェルです。あとはちょっとコアなサーバーとかになってくると、あとは Linux じゃなくて BSD って言われる OS とかになってくると CSH っていうシェルが使われてたりします。その表示されたシェルによって名前が変わるんですね。で、その表示されたものの名前の先頭にドット、お尻に RC をつけたのが RC ファイル、そのシェルを使う上での RC ファイルになります。 RC ファイル、リソースファイルの略です。で、 RC っていうのはリソースの略です。なので、そのシェルを使うためのリソースを設定しておく、設定ファイルになります。で、じゃあ実際にちょっと見てみましょうか。駆け足駆け足、よいしょよいしょ。よ。やってみます。エコー。エコーって皆さん多分打ち慣れてますよね。エコー。ダラーゼロ。えい。って押すと、僕の場合は頭にハイフンがついてますけれども、バッシュと表示されました。なので、X サーバーで標準で動いているシェルはバッシュということになります。ですので、僕が設定しなくちゃいけないファイルは zbashrc というファイルであるということになります。コメント欄では桜だと csh だよとか、いろいろ、最近の Mac は zsh になりましたよねとかっていうふうに書いてあります。サーバー会社さんとかによって、シェルの名前が違いますので、まずここを確認してください。では、またスライドに戻ります。よいしょ。時間がやばいな。しずみさん、すみません。今日のタイトルなんですけど、はいはい、質問、スライドの、方にも2つ質問が来てるので。了解です。ちょっと、今からもう一つ重いことやりますが、急ぎます。では、RC ファイルを開きます。ファイルエディターっていうものがあるので、そのファイルエディターを設定します。で、RC ファイルっていうのは、ホームディレクトリに、大体置いておくものですので、CD、チルダでホームディレクトリに移動して、その後に VI っていうコマンドを使って、先ほど言ったドット、なんとか、シェルの名前、RC っていうふうに作ります。そこにファイルが存在している場合には、ファイルがすんなりと開きます。存在しなかった場合は新しいファイルとして作られます。で、この VI っていうコマンドなんですけれども、いわゆるテキストエディターです。コマンドライン上のテキストエディターなんですけども、操作方法が若干特殊です。入ってすぐの場合には閲覧モード、ビューモードっていうものになっています。なので、入力するためには I を入力してインサートモードに入る必要があります。で、インサートモードから元のビューモードに戻るためには、エスケープキー、だいたい左上、キーボードの左上にあるエスケープキーを押して、ビューモードに戻ります。で、ビューモードの状態で、コロン Q と打ったら、そのファイルが閉じます。ビューモードで、コロン WQ と打ったら、上書き保存して閉じます。で、ビューモードで、コロン Q びっくりマーク、と打ったら保存せずに閉じます。なので、何かはもう間違ったとか何になってるのかよく分かんないっていう時にはコロン Q びっくりマークって打つことで何もせずに閉じれます。保存せずに閉じる、なので最初の状態に戻ってくれます。いいですか。で、カーソルの移動は矢印キーでします。エディターで画面いっぱいになるんですけれども、もちろんマウスは使えませんのでキーボードキーで動かします。で、もしキーボードで動かないっていう環境の場合はですね、 HJKL を使って移動することができます。で、HJKL
の、並び順はこの順番です。H が左、J が下、K が上、L が右です。よろですかね。はい。では、その VI エディターをこの後使うんですけれども、書く内容もちょっと書いていきます。RC ファイルに以下の内容を記載していきます。バッシュだったり ZSH の時には、alias スペース WP イコールシングルコーテーション、先ほどサーバーによって違うよって言った PHP のパス、ニョロニョロ、ビン、スラッシュ、WP。結局この、ここから先っていうのは先ほど置いた WP ファイルの場所ですね。で、を書いて、一番最後にちょっとスペースを入れておいてください。一応、環境によってこれが、スペースがないと動かないことがあるので、最後にスペースを入れて、シングルコーテーションで閉じる、です。で、CSH が使われていた場合には、alias WP スペースコーテーション、ここから先はずっと一緒です。何が違うかっていうと、ここがイコールか半角スペースかのどっちかです。これが使ってるシェルによって書き方が違います。でもやりたいことは両方とも alias っていうものを登録したいという形です。で、書いたらエスケープキーを押してコロン WQ で抜けます。では、実際にやってみましょう。よいしょ。いきますよ。いきますよ。これじゃない。僕は今どこを共有した？お。はい。トップっていうか全体。ああ、見えました。まあ、すいません。で、まず CD、ニョロニョロ、チルダ。で、ルートっていうか、ホームディレクトリに戻ってきます。ホームディレクトリに戻ってきました。ホームディレクトリに戻ってきました。ここで vi.space.僕の場合はバッシュでしたので、バッシュ rc と打ちます。エンター。と、x サーバーの場合は最初から、バッシュ rc のファイルが用意されていましたので、このような状態で開きます。で、こう元から何か入っている場合には、だいたい一番最後の行に書いていただくのが安全かなと思います。なので、十字キーを使って下に移動してもらうとか、さっきの、HJKL のうちの J キーを押して下に移動してもらうとか。で、I を押してインサートモードに。その下の行に行がない場合には移動ができませんので、まあ、できないので、一番最終行の一番お尻に行って、エンターを押します。で、先ほどの alias wp イコールコーテーション。やばい。ちょっと待ってくださいね。サーバーの PHP の場所。へい。ピペしてきました。ここにあるらしいので、これ。PHP のパスを打って、ニョロニョロスラッシュ B、bean スラッシュ WP、置いてる場所ですね。WP ファイルを置いてる場所、コーテーション。で、書き終わったらエスケープキーを押して、コロンって打つと下に出てきます。下にコマンドラインが実は隠れてて、ここに出てきます。で、コロン WQ、Q ですね。WQ と打って、エンター。を押すとですね、保存されました。ここまでちょっとですね、コメントではついていけないよっていう声が少しずつ増えてきたのが心配になってきましたが、そのまま進んでいきます。ごめんなさい。懇親会とかでもまたやりましょう。本当に慣れが必要なんです。ここ
ここから先。で、でもちょっとまたそれで、うん、いいニュースで言うと、今日やってることできたら、1年ぐらい、他に新しいことあんまないですよね。そのないですね。あんまりないですね。たりとか、VI まで乗り越えたら、ファイルに文字が書き込めるようになったら、うん、ググれるようになるっていうか、次のステージ。そうそうそう。なんか、ググって何かをやるっていうののハードルを一つ超えた感じがあるので、この VI の書き込み。ここが今、頂上だよね。うん、ここまで来てるのもですね。そうだね、ほぼ大丈夫。で、その後が、今作りました。RC ファイル作りました。では、読み込んでいただもらわないといけません。ですね、今のパソコンって結構便利なもので、設定変えたら自動的に読み込んでくれてるんですよ。でも、サーバーって、それじゃ危ないことがあるんですね。自動的に勝手に読んだっちゃったら、今まで動いてたものが、急に止まっちゃったりとか。なので、確認して、明示的に読み込ませるとかっていう作業が必要になるので、RC ファイルを読み込ませるっていう処理が必要になります。で、そこで使うのが SOURCE、ソースコマンドっていうのがあります。ソースコマンドを使って、ソース、先ほど作った RC ファイルを指定します。そうすることで、エイリアスが指定されているので、WP コマンドが動くようになっているはずです。で、もしそれで動かなかったら、一度 SSH から抜けて、EXIT っていうコマンドを使うことで SSH から抜けれます。もう分かんなかったら、一回ターミナルを閉じてください。怒られるかもしれないけど、閉じてください。で、閉じて、もう一回ターミナル開いて、SSH に接続し直して、WP インフォってやってみてください。で、それでももしダメな時には、RC の設定を見直して、間違ってないかなってもう一回確認して、間違ってなさそうだったら、サーバー会社さんの名前、RC ファイルとかで調べると、RC ファイルは使えないよ、その代わりに、このファイルに書き込んでね、とかっていう情報が出てくるので、そのあたりの情報を探してみてください。では、いきます。やってみましょう。SOURCE、ソース、ニョロニョロ、ニョロニョロ、ドット、バッシュ RC A 読み込ませました WP ハイフンハイフンハイフンインフォ覚えてらっしゃいます？一番最初に僕がサーバーでやったとき WP スペースハイフンハイフンインフォではコマンドが見つかりませんというふうに出てきました。でも、今までの設定をこなしたことにより、WP コマンドが自由に動かせるようになりました。そして、WP CLI.pair ファイルを実行したときに出てきてた PHP のバージョンなんですけれども、5.4 とかだったのが、今、7.4 で動かしなさいよっていうふうな命令に書き換えてますので、PHP のバージョンは 7.4 で動くようになっています。WP CLI も、WordPress の、ワードプレスの関数を使ったりして動いたりするので、極端に古い、PHP のバージョンだと、そのバージョンを使えません。その PHP のバージョンは使えませんっていうふうに返ってくることがあるので、できるだけ最新のサーバー会社さんが推奨しているような、バージョンで使ってください。実は、X サーバーさんは、7.4 は推奨ではなくて、7.3 が推奨なんですけれども、今回僕は 7.4 にあえてしました。この辺はちょっと多少自己責任の部分があります。はい。ここまでで、やっと WP コマンドが使えるようになりました。おめでとうございます。やった。あと20分。予定通り40分。予定通りだ。すごい、素晴らしい。はい。ということで、その先に進んでいきます。もうあとはほとんどスライドを読んでいくだけです。おめでとうございます。では、やっと使えるようになりました。WPCLI を使ってみましょう。どんな時に使いたい？もう一回復習ですね。ログインできなくなり、特定のプラグインを停止したい。初期ユーザーパスワードのメールが届かないから、パスワードの再発行をしたい。つまり、管理画面に入りたいけど、入れない時に使いたい時は、WP プラグインリストっていうコマンドを使うことで、プラグイン名を調べることができます。で、その調べたプラグイン名を見て、WP プラグインディアクティブプラグイン名っていうふうにすると、
プラグインが止まります。ここ1個だけ実例やって、あとは読んでいくだけにします。最後の見せるポイントにします。実際今これデスクトップ画面全体が映ってますが、これじゃあまずいことに今気づいた。ちょっと待ってね。これじゃダメ。僕のブログですね。急げ。間に合うか。なんか若干落語家の紙切りみたいになってくるんですけど。ちょっと待ってくださいね。黒い紙とあの透明のセル用意します。そう、透明のセル用意してる。白い紙と黒いやつです。あ、そうかそうか。で、プラグイン、僕のサーバーちょっといろいろ動いてますので、いろいろ動いてるんですね。で、ここで一応リスト見えます。で、こっち側に CLI が映ってるので、どこもちょっと急いで移動しますよ。パブリック HTML。なんでここに移動したかとかは後で最後に説明するので、もう気にしないでください。WP、プラグインリストって打つと、インストールされているプラグインリストが出てきます。アキスメット、ハロームソーマスター、ハイライティングコードブロック、スノーモンキーブロックス、スノーモンキーエディター、ここに並んでいるものと同じものが出てますね。で、ここに名前が出てます。皆さんが見慣れている名前っていうのはこれなんですけれども、WPCLI で使うときの名前っていうのはこのスラッグに当たる、プラグインスラッグに当たる部分になるので、こちらの名前を確認するためにリストコマンドを打つ必要があるかと思います。では一つ止めてみます。WP プラグインディアクティベートだった。僕ディアクティブって呼んでましたね。ディアクティベートですね。下に見えるかな。ディアクティベート。で、じゃあ例えばどうしようかな。アキスメットを止めましょうか。攻撃しないでね。今だっつって。で、これエイってします。おお、なんかこけたぞ。ディアクティベートイズノットレジスタード。あの C の後ろに I が入っちゃってます。ああ、本当だ。リアクティブ。アキスメット。で、止まりました。はい。で、リロードしてみます。こっちをリロードしてみると、止まってますね。うん、見えます？止まってます。で、攻撃しないでね。攻撃しないでね。アクティベート、アキスメットってすると、アクティベートが成功しました。そうすると、有効化されています。こんな感じで使います。はい、あとはすいません、ざっくりと事例の説明だけしていきます。みんな、あとはやってみてねっていう感じでいきますよ。はい、ですか。初期ユーザーのパスワードのメールが届かず、パスワードの再発行をしたい、こんなの見せられるわけないじゃないですか。今すぐ入れっていう話になっちゃうから。WP ユーザーアップデート。で、その後にユーザー名またはユーザー ID。大体、僕がさっき調べて入力してたのだと、スピーカードッツだったかな、シズミだったかな。ユーザー名は大体覚えてらっしゃると思うので、ユーザー名を入れてください。メールアドレスでログインしてるって方はちょっと難しいかも。きちんと覚えてていただかないとまずいかも。で、ユーザー ID っていうのは数字の方です。なので、大体自分しかいない場合には1番とか2番あたりかなっていう感じがします。で、その後にスペース開けて、ハイフンハイフン、ユーザーパス。これ開業されてるんですけど、開業するわけじゃないです。字が折れちゃってるだけです。ユーザーパスイコール変更したいパスワード。ここ平文で大丈夫です。平文で、書いていただければ、勝手に内部で暗号化してくれるので、平文で書いてください。変えたいパスワードを入力してください。これで、パスワードの変更ができます。で、その他の tips。一番最初に僕、お見せしたんですけれども、タームの作成をしたいときには、WP ターム、クリエイト、タクソノミースラッグ、タクソノミーのスラッグですね。標準のであれば各カテゴリー、標準のタグであればポストタグとか、カスタムタクソノミーを使われてる、作られている場合はカスタムタクソノミーのスラッグ。で、その後に登録したいタームの名前。で、スラッグを特別に設定したいの、したい場合は、ハイフンハイフンスラッグイコール、その設定したいスラッグ名っていうふうに書いてください。
特にこのスラッグはもう別に日本語のままでも構わないよとか、タームの部分どうせ英語だしっていう場合には後ろ側のものは書かなくてよかったりします。で、これは大量のタームを設定したいときとかをに表計算ソフトとかでざっと用意しておいてシェルファイルにして実行ってすれば一瞬で登録できます。先ほどお見せした感じですね。都道府県を登録してくださいとか50音を登録してくださいとか、そういう時になります。次、DB のバックアップを取得したい時には、WP DB Export と打ってください。そうすると自動的に、SQL ファイルが生成されます。ダンプを取ってくれます。そのバックアップからリストアしたい、つまり元に戻したいときには WPDB インポート、次はですね、エクスポートの反対だからインポートですね。で、インポートするときには必ず SQL ファイルのパスを指定してくださいですね。これなかなか管理画面ではできない部分ですよね、はい。で、その他で言うと WP コアアップデートってすると WP、あ、違う、WordPress のアップデートができます。アップデートができます。で、プラグインのアップデートをしたいぞっていうときには WP プラグインアップデートで、その後にプラグイン名、先ほど調べたリストで出てくるプラグイン名を指定します。で、もう問答無用で全てとにかくアップデートがあるプラグイン全てアップデートしたいぞっていうときには、このプラグイン名のところに代わりにハイフンハイフンオールと入れてあげてください。そしたら全てのプラグインがアップデートされます。で、一番最後に重要なところをお伝えします。まず一番重要なところは自分で調べて触るということです。まず、CLI っていうのは基本的に、挫折することが多いか、挫折する方が多いっていう背景があるように、若干高度な設定のところまで触れるから敷居を高くしてあるっていうような側面があります。なので自分でちゃんと調べて触ってみてください。で、もう触った時の感じに関しては基本的に自己責任になってしまいます。で、ちょっと見出しとズレがあったの、まずいなと。どこで実行したらいいのっていうところがあると思います。いろいろ設定の方法とかはあるんですけれども、ざっくり、もう分かりやすく言うと、wp-config.php があるディレクトリより下に行って、つまり cd コマンドで wp-config.php があるディレクトリに行く、もしくはそれより下の wp-admin だとか wp-config だとかっていうところに行って、実行してください。で、コメント欄で安藤さんありがとうございます。wp-db export っていうのはその場、実行したその場所にエクスポートファイルが出力されますので、パブリックルートにある、パブリックルート上にある公開ディレクトリにあることがあるので、セキュリティ上問題になることがあるので、バックアップ取った後はムーブコマンドを使うとかして移動させるとか、即座に FTP でもう取得してダウンロードしちゃって、そこからは消すとかっていうような対応が必要になってきます。次、どこをコピペしたらいいのっていうことで、ここ上にリンク貼ってるんですけれども、WPCLI のコマンドについては、WordPress のデベロッパーのハンドブックの中にですね、コマンド一覧っていうのが載ってます。で、一番最初に、ちょっと軽く説明をしたんですけど、先ほど説明したんですけど、先頭に書いてあるダラマークとかパーセントマークっていうのは、シェルにログインしているユーザーの権限を示します。なので、コピーする必要はありません。高度な部分になっていくと、sudo コマンドを使ってルートになってからこれをやるとかっていうのの、今自分の状態が変わったよっていうのを示す記号として書いてあるので、使い慣れてる人たちにとってはそれが一つの情報なんですね。ですが、慣れてないうちは、まずはもうそこをコピーしないってことだけを認識してやってみてください。また、このハンドブックの部分に書いてある各括弧、今までの資料の中でちょっと分かりづらかったんですけど、各括弧で囲まれている部分はオプションなので必須ではありません。書かないときには書かなくていいです。PHP のコマンド、ファンクションリファレンスとか読んだことある人とかは分かると思います。各括弧で囲まれている部分はオプションなので必須ではないものになります。状況によって付けたり付けなかったりします。というところで、ご清聴ありがとうございました。僕が喋りまして、中谷さんが、一応生徒役として入っていただいて、あと純子さんもですね。で、実はちょっと僕が今週1週間ちょっとなかなか動けなくて、
ドキュメントが作れなかったので、この素晴らしい、PDF じゃない、パワポの資料は、純子さんが作っていただきました。僕がある程度、文言は入れながらも、全体的なデザインとかの調整は純子さんにしていただきました。ありがとうございます。はい、でも、まだ使えるようになってません。やばい。きっと他にもいるはず、懇親会で。そうですね、懇親会で。で、アドバイザーとして、西川さんと佐伯さんと村上さんにいろいろ聞いていただいたりして、こういうこと話したら方がいいんじゃないのとかっていうふうに皆さんにお手伝いいただきました。本当にありがとうございました。そして聞いてくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。コメント欄に神回と書いてあったほどですね、皆さんこう充実されていたと思います。で、すごい余韻に浸りたいんですけど、質問が見つけてるので、ざーっといきたいと思います。はい、一つ目、どの範囲で WPCLI を入れていますか？自社サイト用の自社サーバーに、お客さんのサイト用に自社で契約したサーバー。3、お客さんのサイトのお客さんが契約したサーバー。はい、2番までは基本的に確実に私は入れてます。3番についてはお客さんに、許可をもらって入れてます。入れることが多いです。なるほど、なるほど。っていう回答でいいですかね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ次いきます。サーバーがたくさんあって、ID アンダーバー RSA っていうものですかね。もいっぱいになって、はい、コンフィグで整理するのがいいと思うのですが、こんな風にするといいよっていう参考があれば聞きたいです。ですね、いいですね。僕も自分とこの社長に教えてもらってやってるんですけど、どうしようかな。ですね、僕のコンフィグファイルをお見せします。はい、こうするよといいよっていうので、コンフィグファイルの指定をするといいっていうのは事実だと思います。で、僕がですね、普段は iMac で仕事してるんですけど、ノートパソコンで仕事をすることもあって、そういう時に、コンフィグの情報が移し替えるのが大変だったりするんですね。で、移し替え忘れで接続できないとかっていうこともあったりするので、僕は、スラッシュコンフィグ、僕のコンフィグをお見せします。はい。レスっていうコマンドをちょっと使ったんですが、レスでいいよね。こんな感じですね。僕、この1行しか書いてないです。include、ニョロニョロ、ドロップボックス、bin、ssh、config。実態はドロップボックスに上げてます。で、ドロップボックスに上げてあるのが、普段多分皆さんが書かれているコンフィグファイルになります。で、それを include っていうのを使うことで、最新版の Mac では普通にこのコマンドの書き方が使えます。バージョンによってはちょっとまだ使えない時の SSH のバージョンが入ってたりするので、絶対ではないんですけども、僕はこうやっていくつもの環境で対応できるようにしています。で、あとは、秘密鍵ファイルについては、だから僕が使う環境では、AirDrop とか使って共有をするようにしています。で、同じ秘密鍵ファイル、先ほど出た IDRSA ですね、を、共有して管理しています。さすがにそれをクラウドに上げるっていうことはしてないです。ただ、同じ秘密鍵ファイルを使っていて、いるので、公開鍵の方は、僕は GitHub のサービスの中に GIST っていうのがあるんですけど、その GIST に、IDRSA.pub の方ですね、はファイルを上げてます。なので、そのファイルを見て、その時に設定しなくちゃいけない、サーバーのオーソライズキーズのファイルの中にそれを書き込むっていうようなことをして、まあ、比較的頻繁にすぐ使える。で、ちょっとセキュアじゃないじゃんっていうご意見もあるかもしれないんですけども、鍵認証なかなか破られることないので、あんまりこだわって、よっぽどなこと以外であれば、同じ鍵ファイルを使い回していいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ僕としてのそのこのあたりの Tips としてはこんなもんかなっていうふうに思ってます。この質問者さん多分コメントでも書いてたんだけど、サイトによってサーバーによって秘密鍵をいつも作ってるっていうふうにしてるんじゃないかと思います。なるほど。でもそう、基本1個でいいよっていうことですね。1個でいいとも言いづらいんですけどね言いづらいんですけど、もうなんか複数の時はですね、もう頑張って管理するしかないかな。僕はあんまりちょっと、
はあ、自分のこの社長に複数がいいですね。突っ込まれてる。複数の方がいいと思います。でももうなんか状況に応じてかなとは思います、うん。そこはなんか運用の話かなっていう気がしますね。そうですね。どっちかっていうと。ちょっとね。うん。そう、一個漏れたら全部バレ、あの、うんうん、全部入られちゃうっていうリスクはもちろんあります。だから。そう、全部だもん、ね。うん、そう、でもやっぱ管理コストがかかってきますよね、多分質問者さんがあるようにからあるぐらい管理コストがかかってくるし、そのあたりはバランスかなって思います。はい、なるほどです。感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと時間もないので次いきます。データベースのエクスポート、インポートって FTP で SQL ファイルをアップロード、ダウンロードしないといけないんでしょうか。シェルでアップロードやダウンロードができない感じがします。ですね、できます。できるんですが、また別のコマンドがあるので、そこはちょっと調べてみてくださいというか回答でいいですか。まあ、なんかいろいろいくつかコマンドあります。なんかですね、SSH ファイル転送とかって調べると、うん、SCP っていうコマンドが出てきたりします。うん、SCP、セキュアシェルコピーかな。なんか SCP っていうコマンドとかを使ったりとか、いいですね、CAT コマンドを使う。CAT じゃない、それは違う。SCP とか使うとか、RSync を使うとか、いろいろそのファイルのやり取りっていうのは、それぞれに方法はあるので、それはそれでちょっと調べてみてください。すいません、ちょっとざっくりとした、はい、良ければ懇親会とかでまたそのあたり深いところ話できればなと思います。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあ最後、都道府県、一括登録シェルスクリプトの作り方を教えてください。なるほど、作り方どうしよう、もう見せればいい、お見せしましょうかね、とりあえず。そうですね、もし時間がもしかかりそうだったら、懇親会にもしよかったら来てもらえる。先ほどザザッと見せたあれを、はいはい、ザッと見せます。はい、 S、 ちょっと待って、無理かも、無理です、ごめんなさい。じゃあ懇親会で、懇親会でごめんなさい。じゃあ懇親会お願いします。はい、お願いします。社長さんは Excel で作ると早いですよという。そうですね、僕も大体 Excel で作ります。多分社長も懇親会に来てくれると思うので、はい、社長の方がシェルゲーすごいので、はい、シェルゲー、はい、分かりました。はい、本当にありがとうございました。じゃあ今一度しずみさん、ね、ぬかがさん、中谷さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。SL だ。SL 見た。SL もう、この深海で一番最初で走らせるので、深海に来てください。はい、ぜひぜひお願いします。はい、そしたら、運営からの告知に入っていきたいと思います。はい、今回、開催していただいた、会についてアンケートをお願いします。今からチャットに貼られるのでそちらの方をお願いします。でですね、今回いつもとは別にアンケートを取ろうとしています。西川さん、説明をお願いします。はい、今アンケートの下に、今回のアンケートの下に別のアンケートのリンクを今あれで貼りました。あとメールある人はお送りします。ですね、ちょっと読みますね。いつも参加ありがとうございます。常に改善をしていきたいので、皆さんの意見を聞かせてください。で、それで、その聞いた声で図運営を変えていこうとしています。で、もう2年、2周年とか、50回とかが近づいていて、で、延べの、登壇者が79、延べ参加登録者が3300、最近は、1000人を超えるファスト登録者などですね、あと各回100人以上の参加など、盛り上がってきました。でだいぶ良くなってきてすごいなというふうに見てて思うんですけど、次はどこへ行ったらいいのかなということの参考にさせてください。で、何を目指してきたかっていうと、新しいことを学ぶ機会がみんなに提供されるとか、場所にもとらわれずとか、そういうことですね。あとは学ぶ仲間に出会える場を作ると
住んでいる場所、働き方、暮らし方に制限されない形でそれをやろうということをこれからもやっていきます。で、この2年間の間に、まあ、人が増えたりとか、いろいろありました。で、あとお金のことについてもなんかすごいお金がかかるようになってきてしまったみたいな。人数が増えると Zoom のお金が増えるみたいなこともあって、そういうところとかも含めてどういうふうに運営していこうかなということを考える材料にしたいと思ってます。で、なのでこういうポチポチ選ぶやつからですね、あの文字を書いてほしいやつとかもあります。で、結構長いので、できるときに、まあ、今やっていただけると嬉しいですけどっていうのと、全部答えなくていいです。全部の設問が任意の回答になっているので、ポチポチだけでもいいですし、書きたいことがある人はたくさん書いていただいても良いです。よろしくお願いします。メールも送ったりします。はい、ありがとうございます。皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、そしたら簡単に告知だけさせてください。次回の WP's マップはちょうど1週間後6月19日の金曜日です。メガネさんこそこと、株式会社 MGN 代表の、大口はじめさんに WP's マップのウェブサイトの改善、リニューアルをテーマにディレクションをしていただく会です。ぜひ今チャットに申し込みのコンパスが貼られましたので、お越しくださいませ。はい、そしたら最後となりましたが、記念撮影をして終わりましょう。今、パネリストになっていない方で、お写真に写ってもいいよっていう方がいらっしゃいましたら挙手で教えてもらえませんか。はい、みんなで記念撮影という名のスクリーンショットを撮りましょう。あ、手を挙げてくださってる方が2人。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとしずみさん、お疲れのところ大変申し訳ないんですが、カメラマン、よろしくお願いします。うちの社長が手挙げねえな。ぜひとも社長さん。さすがに上げないと入れるわけにもいかないですもんね。そうですね、それは大丈夫なんです。パンツなので無理です。パンツは映らないから大丈夫だよ。いや、それはどうかな。はい、はい、じゃあいいですか。もう皆さんいいですか。はい、いいですか。じゃあいいですか。撮りますよ。はい、チーズ。もう一枚撮ります。はい、はい、チーズ。はい、はい、ありがとうございました。したはい、この画像は、はい、スラックで共有します。あ、はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、この次、今から懇親会が、23時5分から行います。で、懇親会のズームはまた別のズームがありまして、今チャットにですね、貼ってもらいますね、貼ってもらったのと、あともしこれが分からなくなったら開催前にお送りしているメールですとか、それからスラックの方でまた共有させていただきますので、そちらの方をご覧ください。はい、それでは、1分過ぎちゃったんですけど、皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。走った。SNS 動いてる。すごい、ありがとうございます。誰だもん。じゃあまた後で。はい、懇親会で。はい、ありがとうございます。はい。配信のご覧の皆さんもさようなら。あ、さようなら。さようなら。はい、では一斉に終了にします。懇親会、はい、お疲れ様でした。また後ほど。お疲れ様でした。ありがとうございました。